こんにちは。クラシックギタリストの高橋義忠です。今日は1972年に放送された男はつらいよ第9作男はつらいよ柴又慕情の感想を述べさせていただきたいと思います。この作品からはですね、いろいろ変更点がありまして、おいちゃんが2代目の松村達夫さんにこうなりました。1代目のおいちゃんもね、非常に良かったのですが、こう2代目の松村さんの演技も非常にこう面白くて、しかも温かみのある演技で、あの独特の雰囲気でいいなというふうに思います。はい。そしてですね、今回のマドンナですけれども、まあ、あの言わずと知れたあの大スターの吉永小百合さんがこうマドンナとして今回はこう演技をされています。まあ、ただ私、恥ずかしながら吉永小百合さんというのは、コマーシャルでしかちょっと知らなかったもので、しっかりと演技を見たのは初めてだったのですが、本当に素晴らしかったです。また後でね、話をさせていただきたいのですが、とにかく大スターだったんだというのはこう昔親から聞かされていました。あのちょっと比較するとなんか申し訳ないんですけれども、今から約20年前ですけど、こう広末涼子さんがこう早稲田大学に入学した時、あの大学が騒然となったというニュースを見たのですが、同じくあの吉永小百合さんも早稲田大学の卒業ということなのですが、あのその広末涼子さんのニュースを見ながら、うちの親がですね、いやこんなもんじゃなかったと、あの吉永小百合さんはもっとすごい人気だったんだと、そうなの、これでも十分広末涼子さんでもすごいじゃないかというふうに言った覚えはあります。まあ、とにかくすごい人気だったと、ようですようですというのは本当に見たことがないので、私はようですとしか言いようがないのですが、まあ、リアルタイムでもしご覧になっていた方からすると、そうなんだよというツッコミが今あるかもしれません。はい。でストーリーですけれども、あの話の筋としては、あの前回の第8作はちょっと分かりづらい、若干ねちょっと込み入った展開でしたけれども、今回の話の筋としてはなんかちょっと分かりやすいものに戻ったかなという感じがします。まあ、つまりですね、吉永小百合が扮する歌子さんという方には、まあ、意中の人がいるにもかかわらず、寅さんが勝手に片思いをしていたと。で最終的には、まあその意中の人と歌子さんが結ばれて、で寅さんはまあまたどこか旅に出るという、割と分かりやすい、あのストーリー展開と今回はなっています。その分ですね、映画の方はこの吉永小百合さんの美しさをこう最大限に引き出そうとしているのが、あの伝わってきます。はい。あの本当に美しい方だなと思います。その美しいというのは、見た目が美しいというのはともちろんかもしれませんが、それだけではなくて、仕草とか言葉遣いとか話し声のトーンだとか、もう吉永小百合さんでしかこう表現できない世界だと思うのですが、ああいうふうにこう話しかけられたり、こう接してこられたら、寅さんならずとも誰でもこう惚れてしまうだろうなというのが、本当にあのつくづく感じてしまいます。本当に魅力的な女性として、あの映っています。今回ちょっと、まあ、写真で使わせていただいたのは、あのお花を摘んでこう頭の方に飾るシーンですけれども、まあ普通に考えたら、あの大の大人がですね、そんなことして何をやっているんだということになるかもしれませんけども、こう吉永小百合さんがそのやっているシーンは本当にメルヘンチックで愛らしく映っているというので、まあそれは吉永小百合さんの魅力であったり、その魅力を最大限に引き出そうとする山田洋次監督のその力の素晴らしさではないかなというふうに思います。そしてですね、あのまあ、前作に引き続きというか、さらにパワーアップしているなというのが、映画のカットの一つ一つがとてもですね美しくて、文字通り絵になると、なんかこれを絵に描いてみたいなと思う
カットがもう一つ一つ出ていると。でもう一つ一つのカットにこだわりを持って撮影されていた山田洋次監督のまあ思いというのがこちらの方にも伝わってくるなという感じがします。最後は大自然というかね、の下で画面の下の方の道でトラックに乗る、トラさんの、そのトラックですね、トラックが道を走る。で、その後から追いかけるように汽車が線路で走っているというのが、本当に例えばそういうところですけど、絵になるなというふうに感じています。はい。で、やはり改めて感じるのは、こういった素晴らしい映画を見ることによって人は何を美しいと思うのか、そして人は何に心を動かされるのかというのを、やはり蓄えとして感じていけることができるなと。で、そういった蓄えというのは、やはり私ね、音楽を生業にしているものとしては、やはり必要なことだなと思いますので、楽しみながらですけれども、今後のね、第10作以降も見ていきたいなというふうに思います。はい。ね、それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も一日お元気にお過ごしください。ありがとうございました。